今日はなんか生まれてくる前の記憶がある子どもたちの話を聞いて感想ですなんか救われた気になって中絶した瞬間はすごい辛くて お母さんって私が子供を育てられないって思ってるんだなって思ったことお父さんは育てるにしても一人で育てなさいねっていうふうに方針を示してくれとったことだけど神戸って兄弟誰もいないところに行って育てるって言われたっていうこと でも今考えたら相手がそっちに知り合いがいっぱいいるからっていう意味で言ったのかもしれないなっていうのは思いました協力できないっち言われてきつかったけどあはい一回話戻します生まれる前魂がお腹に入る前の お話ですごく遡ります。3歳の頃、預けられていた時、ばあちゃんやじいちゃんと過ごす時間が多くて、そこにはおばが出入りしてました。そして、たまに大阪からおばが来るんだけども、うん、あんたはどんな子になるかいね。母親になれるかいね。 結婚はするのかなとか。でもなんかそこに無邪気にできるよつって言ってた自分がいる。お母さんになれるかいねつっ,った時に。うん。わからんけど、順番があるかもって言ってた。順番かつっておばなんかも考え出して。 なんか、他の人の話を引き合いに出したのか分かんないけれども、うん、ようやくすると、あの、お姉ちゃんの子供が生まれてからじゃないと、私の子供は生まれないかもねっていう話になって、で、うん、順番があるからねってすごくこだわってるおばがいて、 でも私は、それに、順番値何って言ってからに、一旦も覚えてる。なんかわからんけど、結婚する人もいるし、しない人もいるんだよって。でもそれが、あの、まっとったら、生まれるはずのいも命も生まれんくなるっちになって、 それを言葉にできてたかはわからないけれども、すごい泣いた覚えがあったりして、いじめられたって言ってからに泣いた覚えがある。で、時間差かもしれないけれども、もしかしたら、その、あ、でも私が産めなかったらその命はお姉ちゃんどちらかが産むよっていうふうには言ってた。そして、 お姉ちゃんは赤ちゃんを産んだ。で、なんかうん、うまく言えないけれども、他の人が命を軽く扱うなみたいな。生まれてこなかった命のことを軽く扱うなっていうような、 なんか綺麗事を言うなって言ってる人の投稿を見て、私はすごく心がざわついてしまっていたけれども、私は生まれ変わりってあると思ってる。そして、なんか、それを否定する人がいても、別にその人の話は、 うんなんだろう、そのストーリーはストーリーであるから、負けないでって思う。なんかさ、生まれ変わりだから子供をよこせとかそういうのは違うと思うけれども、なんか、代わりに幸せになってほしいなって願うのは罪じゃないと思うし、むしろすごく大事な、成長なんじゃないかなって私は思います。うん ある人は、ゆかりちゃんのところに、お腹に赤ちゃんが宿ったのは、その相手と離れるために、ママを守るために、赤ちゃんは、あの、できたんだよって。あの、このままじゃお母さんが死んじゃうよって、わからせるために、あの、 うんできたんだよって風に言ってくれるおばちゃんがいて、ゆかりはその言葉にも、イラッとした時期もあったけど、今だったら納得がすごいいく。だって、家事を全部やってる状態、作業所も、 体調悪くて寝てばっかりの時間が多かったかもしれんけどそれでもあの作業所に行くことはしてたので先に私の方が帰ってくるかもしれないけど体力ほんとなくてさ大変だったけど、うん、でもそれ自体をさ ワンの方が長くいってるしとかで終わらす彼だったから。でなんか私はさ、体調が悪いから眠ってるわけよね。彼が帰ってくる前の時間30分ぐらい、3、40分かな寝てるんだけども。でも行く前も洗濯物干してあるし、これが乾いてなかったら怒られるかもしれん、どうしようみたいな感じにも。 心がざわざわっちもなってるわけよね。だけど。なんか。あ、でも。何だっけ。明日の仕事までに乾いとけば、まあ、いいか。ちょ、思ってる自分と。なんか。なんだろう。どうしよう。あの。 私はこのままこのループにはまって、ずっと彼だけのためにご飯を作って、洗濯物をして、作業所も行って、親にも会わずに人生が終わるのかなって、なんか、幸せは幸せだったかもしれんけど、なんかね、お母さんも、 いつまで続くのっていう風になりやすい人なんだけれども <laughs>、結局私もそういう人だったみたい。なんでそこまで怒りが出てくるのかって、私が体調悪い時にできてたはずのことを一つもやらないんだもん。それは怒りもするよって思っちゃって。あ、でも、 ごめんね、また愚痴の動画になってしまったけど、生まれ変わりもあると思うし、助け合いも必要だと思うし、なんか、あるべくして起こったことなの。だから、それに対して、もちろん悔しさもある。悲しさもあった。でも、 子供も大事だけれども、一番大事なのは自分の命なの。あのうん、自分目線で考えると、なんか、実感ないかもしれんけど、ゆかりが生まれた時に、お母さんが死んでしまってたら、ばあちゃんはどんな思いをするかとか、 お父さんは、子供だけ残されたお父さんはどう思うかとか、そういうことを考えたらさ、やっていけんかったなって思う。正直出産って、命がかかってるわけよ、母子ともに。お母さんがいないと、 今は入院とかあるかもしれないけど、でもそれでもお母さんがいないだけで生命力が弱ってしまう子供っていたりする。それに、それでも生きてる子もいるけれども、私はできれば、できればじゃない。私は自分の子供は自分で育てるって思ってる。それはもう小さい頃から言ってる。 うん。お金がかかるかからないとかの話じゃないんだよ。命を育ててみたいんだろうね。確かに、いつまで続くのってなりがちな性格だけど、ごめん、しゃっくりが。 でもさゆかりはあの、うん、面倒を見るのが好きなんだと思うだから自分も育ててみたいなっていう気持ちがお母さんみたいに私もなりたいなっちゅう気持ちがあるよっちゅう 記録を残しておきますじゃあねバイバイ